さあ、ね、まあ、ここからね、終盤ですから。はい。大事にしたい。はい。ちょっと右、あ、大丈夫ですね。よっしゃー、これは完璧だ。はい、はい、それできました。よいしょー。何歳からゴルフやってんの？高校からです。お、一緒じゃん。あ、そうなの。うん、高校どこ？埼玉平成高校。うわー、名門。ええ、埼玉社会が有名です。いや、俺らの時平成も強かったよ。そうなんですか。平成も強かったね。続いて、大学もやってんの？やってないです、研修生。おお、なるほどね。高校の時、ほんと真面目にやってなくて研修生になって、その時100普通に打ってました。マジで？はい。それで、でも研修生になってゴルフの道進もうと思った大学だと、もうレギュラーになれないから、うん、私の父が、うん、研修生になっちゃえ。あ、本当。はい。じゃあお父さんは結構そのプロゴルフ頑張ってほしいっていう感じなの？そうです。なるほどね。そっか。はい。どれ、誰さん、うん、俺にとってはあれ平らみたいなもんですよね。いるよね。立ち位置無事。今日立ち位置無事だ。高知市はどこのゴルフ場？そう、確かに鳩山カントリー。あー、名門だね。その後石坂行ったんで、今清澄で。あ、今清澄にいるの？はい。あ、そうなんだ。社長と清澄泊まりに行ったことありますよね。お願いします。うん、これはナイス。なんか同じような感じです。いやいや、お、ナイス、ナイス、ナイス。さあ、ミネちゃんがね、バーディーチャンスなんで、はい、入れとかないと。ここらはカズプロバーディーパット。うわー、切れるか。あー、オッケーは立つわ。うん、ナイス。それうん、惜しい。そういうわけでもない。謙虚パー。謙虚すぎない？で、パーパット。はい。ナイス。ナイスパー。なんか左の、なんか内から外くらいに行きたかった。あ、ちょっと、あ、ちょっと、これ7番やんで。7番で。でかいな。ほら。いやー、引っかいたな、ちょっと。アシです。まあまあまあ、あそこのしとけばいいし。アプローチが見れない。なんでか知ってる、ミライちゃん。はい、うまいからだよ。そうよ。8番です。はい。ナイス。さあ、カズプロワンダップ中。そうですね、若干カズさんの方が遠めなんで、バーディーパット。でも俺この次とぐらいで攻めに入るんで、はい、ここはちょっとまだ距離だけ合わせれば、で相手のパット待ちって感じしようかなと思います。了解です。バーディーパット。ナイスです。うん、OK。じゃあ、いただきます。うわー、あ、ブレーキ行っちゃった。惜しい。ないんですね。ナイスパット。ちょっと跳ねてるね。はい、行け、行け。さあ、プラン通り。
カズプロのプラン通り。はい。来ましたね。やばい。ボール。次アップドーミン。まずい。お、攻めで行きますんで。こうご期待。パワー5ですか。パワー5。あ、じゃあ赤からかな。え？待ってください。いやいや。気づいたらアップドーミン来ちゃってた。そうですね。嫌なやつ。近いな。そこですもんね。かわいそう。すごいかわいそう。おいプロ。T 変えてやってるだけでもありがたく思え。ちょっと左。まあでもこれ全然ある。あれ大丈夫。あれ、ま、前の組もグリーンだよな。あ、全然大丈夫です。未来ちゃん赤に向かってる、はい、赤でやりたいの気づきました。うん、いいよ赤でいいよ。いいですか。いいよ。ありがとうございます。ちゃんと撮ってた。え、ハスキューは赤でいいってことですか。いいよ。やったー。撮ってます。こんな真剣勝負の時にさ、はい、途中からさ、真剣勝負の時にさ、途中から T マーク変えてくれっていうやついないよな。いや、ここにいるじゃないですか。確かに。まあ可愛いからいいよ。ありがとうございます。いやこれでもベストラインだった、うん、いい。ここからキックしてめっちゃいい。ナイス。でもさ、469だと、あー、なんかまあ、ね、まあ、もうちょっと長いですけど、ありがたいです。赤からしたら長いよ。はい。知らないです。赤から普段赤からやったこと逆にないでしょ。あんまりないです。赤からやればよかったですね。何が今日。いや、いい勝負してんのよ。ちょっと、ファイブダウンとか、ファイブダウンとかした人の話なんだけど、はい、たったワンダウンだね。いや、でも、取れてないんで。しかも聞いて、二人ともノーバーディーよ、今日。悲しいです。それ今、取らない。ただワンオーバーとイーブンのスコアの戦いなだけなんで。しかもパー5でやらかすっていう。ミヤちゃん、もうそうなってくると俺だって本気出しちゃうよ。いいんですか。あ、もうすでに本気だったわ、ごめん。これは狙いますか。実測の長度現在185、うん、185 7でいくかなと。 OK です。で、これヤスゴル TV でもよく言ってるんですけど、うちらみんなナメプスんですよ、勝ってたの。はい。だからレディシティでやらせたじゃないですか。未来ちゃん多分セカンドえげつねええげつねえチャンスホールになってた。だから俺がこれちゃんと、うん、そうですね、しっかり乗せて7万円で。はい。ちょっと右抜けましたね。うん、ちょっと奥アプローチチャンス、うん、パワーファイブのセカンドだよ。メンタル的に全然難しくないでしょ。いやー、難しくてしょうがない。どうしよう。嫌な子。この子嫌な子。いや、なんかミスです。まあまあ、ご自身の判断に。どう思います。俺だったらフルスイング選ぶか。フルスイングの方。うん、ダメですか。いや、そっちもいいと思うよ。人によるよ、それは。こっち大きかでも、ね、バーディー取り行くならそっちじゃない。イーグル取り行くならフルスイングって感じ。いや。はい、何番 P です。はい。うめえ。あれ、弱い。いや、ないそんだよ。いやいやいや、ありがとうございます。うまあれ。あれ、今俺なんか偉そうにアドバイスしてたよね。あれ。ここは新駅ではなく、お、チッパーゾーン。チッパーゾーン、トントントンで。ダフった、ダフった、ダフった。あぶねえ、宇宙行ってた。チッパーもダメか、やっぱ。入れてバーディー。入れてバーディー。あいつ、まあ、もうバーディー格だもんな。
あの子。そうですね、入れに行かないと、これは。ダメだ。ダメだ。ダメだ。宇宙に行ってるわ。ちょっともう一回やるね。はい。うん、そっから4打かかったんですけど、2打でクソゴ来たの。エンターみたいなことしてた。さあ気持ちよくイーグル入れてくれ。はい、怖い。うん、 OK、 ナイスバディ。なんか入らなそうですか。いや、今は入りそうな感じだったよ。まあまあ、これでオールスクエアなんで。ここ入れてたらな、ちょっとなんかかっこよく映ってた。なんか、いや、もう赤でやってるけどかっこよくないのよ。あなたは。さあ、ここに来てオールスクエア。ミナちゃん、このホールもレディースからやんの？そうなってくるよね。いや俺、約束したっけ？したね。しましたね。しょうがない。勝ち切るか。やばい。お、あー、危ないじゃないか。だいぶ、これバンカーのやる。あー、そうなの。危ねえ。本当に赤からやってる。本当に赤からやってるよ。この子。このぐらいじゃないか。そっか。まあね。すごい傾斜してるんです。すごい。逆に映らせないか。確かに。レジスティってそのいう問題あるよな。っていうか、めっちゃいい球やん。ちょっと待って、レジスティになった瞬間になんか違くない？ちょっと気楽に。気楽にゴルフができます。お願いします。はい、さあ、息の手を根を止める時間がやってまいりました。神神。103ヤード。103シャーショー。52畳。五入事情。五入事、ちょっと今のカット。五入事情はやばい。ポジョン。ナイス。よし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 、いい戦いだぞ。これシャンクすんじゃねえかと思ってたからね。さあ、2打目。来た。おい、オーバーディ。あー、もうちょっとした。もうちょっとですね。もうちょっとでしたね。うん、はちゃめちゃ追い込まれてんだけど。急にこの2ホールで、うん、はちゃめちゃ。いきなりすごいもんね。いきなりそうなんですよ。言わない、絶対言わない。絶対言わないもん。作戦通りだ。悪いやつだ。じゃあ勝負のバーディーパットいきますね。はい。ナイスー。マジか。見た。見ました。二度と入らないよ俺あのラインと。マジか。これどっち切れるんですか。さっきスライス目だったから。楽じゃん。逆にプレッシャー。負けが決まる。わー、決めてきた。出まーす。ナイスバディ。よし、やっぱ引き分けました。後半に続く。サドンデス行きますか。サドンデス行けるとこまで行きますか。行きます。プレーオフね。行きましょう。ああ、でもあれだ、後半は白。え、あれ、後半は白。あれ、猫ちゃん。そうです。さすがにね。
ます。どっち勝ちどうするんですか。明るいよ。やったー。おお。はい。なぜサドンデス。そしてサドンデスでもあの子は赤 T でやるらしい。これはい。カズプロの本当のうまさっていうのが見せられるいい機会なんだよ。うん、赤 T からやった女子プロにも負けない。うんうんうん。前振りに聞こえるの。逆に美味しいですね。どういう意味で。いやそういう言えるじゃないですか。赤 T のプロにも勝った。まあまあまあ。うん。一ホールで終わらせてやるから見とけ、はい、お願いします。はい、サドンデス1打目です。視聴者の皆さんお願いします。はい、よいしょ。はい、危ねえ。あー、ちょっとラフなんですよ。左ちょっと飛びすぎたな。みやちゃん、はい、ずるいよ。はい、もうずるだよこれは。結構長いです、赤にして。確かにね、368、はい、368ぐらいじゃ普通に試合でありますもんね。あ、そうですね。残念。おお。やっちゃいそうな感じだったんですけど。帰ってきた。あれも血玉でしょ。あ、そうですそうです、うん、で待て待て、赤が打った瞬間になんか変わったね。それあるよね。ありますよね。俺だけじゃないよね、それ。そう思ってんの。最初から打ったら赤はないでしょってなるもんな。ちょっとえすごい、今右の OB ラインからドローでえぐっていきましたよ。すごい球じゃん。危なかった。女子プロだから当たり前なのよ。あのぐらいはやってほしいんだけど。なんで赤からやってんのっていう話なのよ。でも負けは負けについちゃうからな、負けの印が。そうですね。これで負けたとして、いやこれ赤からやって勝たないとこっちも問題なんで。確かにね。そうですね。確かにね。確かにそうなんだよね。そうです。今カズプロに言い訳は作ってあげてるよね。赤からやったからもうしょうがないって。はい。さあ、何ヤード何番でいきましょうか。149ヤード。さあ、乗せておきたい、いつでも。ピッチングです。はい。バーディーしか考えちゃダメだ。おお。うわー、引っかかったな。バク飛び。フォローなんか上げてるようなフォロー。88ヤード、52です。はい、お願いします。うめえ。ナイス。釣れます。バーディーパットいきます。はい、バーディーパット。惜しい。ナイスです。いただきます。はい、OK です。ナイスパ。ナイスバーディー。ナイス。ナイス。待って待って。なんか負けた気しないんだけど。どういうこと？いや、まあ、まあね、この後もね、頑張っていただいて。はい、え？負けた俺。ありがとうございます。ということでね、まあこういう感じでなんかよくわからない感じで負けちゃいましたけど、まあ未来じゃこれからあのチャンネル出てもらうと思うんで、ぜひ皆さん注目していただければ。はい、で試合とかもあのインスタ見ればあのね情報載ってますんで。皆さん応援していただければと思います。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、紹介という感じでね、はい、終わらせていただければと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。えぇ、ー